ライズクイーン取るには絶対つまずいちゃいけない試合なんで、しっかり自分のできること、今できることとやりたいことをしっかり練習して頑張りたいと思います。第2ラウンド終了です。取ってから自分で。その会社送ってくださったら電車とかで来るの？そう、満員電車に被る。あれこの人小さい大きい声で言うよ。なんか入り込んでる。見た見た大きめで言うよ。面白いだけ面白くないのが大きい声で。あかり選手49キロジャスト。あかり選手同じく49キロジャストで明日の第3試合となります。ミニフライ級49キロ1回となります。しっかり勝ってもっと注目されるような試合をしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして第3試合に出場する両選手からコメントをいただきたいと思います。まず青コーナーのターゲットあかり選手お願いいたします。ターゲットのあかりです。と、まあ、3戦目ということで、まあ、ここでつまずいちゃいけないしつまずけない試合だと思うので、まあ、勝つのは大前提でプラスその内容でしっかり前回よりも成長した姿を見せられるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それで選手からお願いいたします。はい、相手の印象はパンチが強そうだなって映像を見てて思ったんですけど、まあ、次の試合につなげるにはぶっ倒して勝つしかないかなと思ってるんで KO できるように頑張ります。運命がライズガールズパワー2となっております。こちらは17昨日公開計量でなんかいろいろ質問されたりとかしたんですけど、それには受け答えはよくできたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、言うだけじゃダメなんで、うん、って感じでしたね。言うだけじゃやっぱダメなんで、それをどんどん実行していかないとなと思いました。昨日月曜日だったんですけど、通信通ってるんで別に行かなくても大丈夫なんで、そこの融通は結構効くのも踏まえて、まあ、通信に通うって決めたんで、キックボクシングやりたいし、普通の高校に通ってたらできないことなんで、そこは通信、まあ、キックやるために通信通ったみたいな感じです。だから通信通ってるんで全然そんなに気にすることではないかなと思います。休んで大丈夫なのとかは全然大丈夫です。はい、もう一回。
かゴミ室だったらゴミ室ってやってさ知らないんだけど全然わからない言ってないでしょあいつはちょいちょいテレビ出てるぐらいで出てるからは緊張したまま中でふーっと息を吐いて自分を落ち着かせる場面もありました。セコンドにはあかり選手の師匠でもある上村愛理香さんの姿もあります。上村さんの姿を見るとあかり選手の顔も少し緊張が解けたようにも見えました。そしてどう戦っていくか2人でしっかり話し込み、上村さんがぎゅっとあかり選手を抱きしめる、そんな場面もありました。そんなあかり選手はまだ16歳、高校1年生、デビューから2戦2勝の負けなし、新進気鋭のファイターです。対戦相手のラン選手も17歳、同じく高校生ファイター。女子高生同士の一騎打ち、新世代対決を制するのはあかり選手かラン選手か、注目の一戦です。こちらからは以上です。ミニフライ級ラン VS あかり、ミニフライ級3分3ラウンドで行います。ラン